はい、ファイナルファンタジー3の、ドアスレ実況配信始めていきましょう。場所はですね、インビジブルで浮遊大陸まで来まして、おそらくあれだと思うんだよね、うなぎを狩りに行ってきます。ここで降りればいいのかな。ドールの水、そしてね、もっと説明しようかと思ったんだけど、敵が現れたじゃないか。ターキーさんがね、同士にジョブチェンジいたしました。で、バナクロちゃんは、もうこのまま、あ、違う、賢者か。ターキーさん賢者ですね。一応終盤まではこのパーティーでやっていこうかと思います。じゅんちゃんが相変わらず強えな。鬼のように、鬼神のように強い。こんな感じですね。ほい、これでやっていきます。はい、とうとうなんか待ってるんで、戦いに行きましょうか。我はリヴァイアさん、光るありものしか力は貸さん、試してやろう。リヴァイアさんが襲ってきた。なんか実に単純でいいよね。シンプルイズベストだ。かっこいいなぁ。やっぱリヴァイアさんだったら稲妻は引くかね。あんまりそんなに通らないから、皆さん。むしろバイオとかの方が効くか。うわ、めっちゃ効いたっていうか、あっという間だった。楽勝でしたね。光あるものの力となろう。召喚魔法リヴァイアを手に入れた。やったぜリヴァイア。これをダーケさんに、ああ持たせられない。これレベルいくらぐらいなのかな。ちょっと一旦純ちゃんに持たせて。レベル7か。ダーケさんレベル7もうレベル7ほとんど埋まってるね。クエイク、ドレイン、キアルガか。クエイク外してもいいかもね。クエイクを外して、で、リヴァイアを装備する。あ、そっか。ジュンちゃんに装備してるから。ジュンちゃんまず外さないといけないんだ。リヴァイア。アイテムにしてリヴァイアにしてと、そんでもってリヴァイアをターケイさんに持たして、でクイークを順調に持たせると。よし、 OK ですね。ここを一つ入れるのはもう決まってますね。決めてますね。よし、次はバハムート行こう。テレポはバナクロしたんじゃないと思いたい。はい、ここですね。バハムートが住んでいる。
おっと、ジャンプして。バハムートの洞窟である。神々の怒り大臣だ。バハムートの声だ。見事私を倒してみよう。おお、来るのか。おいでなせるのか、バハムートは。さあ、現れました、バハムート様。ちょっとリバイア使ってみようかな。ヘイスト。リバイアさん。912。あ、メガフレア撃ってきた。メガフレア強えな。ちょっとキャラだけ回復しとかないと。リフレキで跳ね返せないかな。うわ、バリオハット。あれ？リフレクでキャール側は跳ね返らないんだね。そういう仕様ですか。フレアです。そういう仕様なんですか。じゃあフェイスとしても跳ね返らないかな。強くなかったというか、純ちゃんが強すぎた。オッケー、くる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 。さあ、バハムートゲットだぜ。あれ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 、バハ、あ、バハムルあった。よし、これでもうほぼ全ての魔法を入手できましたね。ギャルダで回復して、ちょっとここでレベルを上げようかと思います。レベルを上げてからね、クリスタルタワーをちょっと登っていこうかと思いますので、お楽しみ。To be continued.